えい、ビリビリビリ。今回は、ゴーダツを、やっていこうと思います。ノリで、ちょっとダイナマークの、挨拶ちょっとパクってみたんですけど、はい。普通にベリーが一回多い気がしたけど、まあいいや。前ね、バーリーめちゃめちゃ強いなって思ったんで動画上げたんですけど、その時ね、まだダイナマイク持ってなかったんですよ。これ、冷凍ってかトロフィー200を記念してもらえるキャラクターなので、まだその時200いってなかったんで、もうバーリークソ強えじゃんこれと思って動画上げたんですけど、これ2000いってダイナマイクゲットしてからもうマジ革命的で、まあバーリーが弱いって言ってるわけではないんですけど、はい。バーリーは複数系なので、はい。だいぶ、攻撃は拡散しちゃうんですけど、ダイナマイクの場合単体系なので、単体にガツンと大きなダメージを与えられるので、強奪にはもってこいなんじゃないかなっていう。強奪でバーリーいるとね、まあ悪くはないと思うんですけど、拡散しちゃうんで、やっぱり、はい。あの金庫にダメージが、はい、入りにくいので、ダイナマイクの方が、個人的にはよろしいかなと、はい、思います。ではやっていきます。ビリビリビリまあレオンもいいよね、これ隠れていけるからね、なんたってなんたってなるべくいいプレイできるように、集中していくので結構黙るかもしれません。いやー、なかなかね、やっぱダイナマイク強いんで、やっぱみんな使ってるからね。あ、やべえ、ミスった。あれはでかい。あれ外したのはでかいな。あれで早々にブルを処理したかったんだけど。いい感じ。マジか、また外した、ごめんなさい。あれね、ほんと高火力だから外したくないんだけどね。アイザマアイザマーとか言っちゃって、全然稼ぎに行ってないけど、まあダイナマイクは防衛でも、はい、相当強いですね。はい、ガツガツ攻めよう、ガツガツ攻めよう。はい、ガツガツ攻めよう。で、後ろにダイナマイトを巻きながら、ナイス!でかいよ。そしてもう一発ガツンと入れちゃいましょう。ナイス、でかいですよ。で、ちょっとレオンちゃんが走っていってるんですけども、はいはいはい、大丈夫ですね。結構リーチ取れたんで良かったかなと思いますけど。で、あそこら辺に打っちゃって、え、レオンちゃん絶対隠しですね、あれ。あそこ入っちゃったらもう終わりなんで。あー、危ねえ。やられそうだったぜ。はい、終わりです。なかなか味方が強かったんで楽でしたね。はい、はい、次行きまーす。楽しい。はぁ、マジでダイナマイクは楽しいし強いし最高。もうこれはスターパワーまでやりたいですね。パワー10まで全然上げても、はい、いいキャラなんじゃないかなと思います。はい、まあモードによりますけどね。はい、モードによるんですけど、めちゃ強いです。やっぱね、毎度毎度ダイナマイクが相手に出てくるぐらい強いんですよ。皆さんめちゃ使ってるんですよね、他のユーザーさんも。うん、バーリア複数系なんで、やっぱり強奪にはね多少向かないところがあったんで、壁越え系の、はい、やつでは。あ、やばい、ライン入っちゃった。あのブロックはいい牽制してて、なかなか前に進めないですね。マジか、入っちゃった。だいぶ、79か。まあ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 、いや、なかなか前に進めんな、マジで。
味方の処理速度が遅い。まあ俺も全然キルできてないけど、今回は。よし、いいよ、いけ、ガツンといっちゃい、ガツンと、ガツンといっちゃうよ。もうこれ死に行こう、一発投げて死のう。 OK、 リスポした方が早い気がする。よくなかったかな、その選択は。やべ、当たっちったー。はい、甘いー。37と43でしょ。いやー、これ危ないよ、普通に。やばい、危ない。うん、いや、攻めとけばよかった、正直。うん、防衛に走らず攻めてりゃ勝てたかもしれん。いや、もったいないことしたな、普通に。はい、次いきまーす。ほう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 、今回相手ダイナマイクいないですね。ダイナマイクいるとほんとね、つらい。いや、僕も結構つらいけど、まあバーリオンはまだマシかな。いや、いなかった。いや、マジかー。ちょっと待ってー、待って待ってー。あのポコは何しに来たんだって感じですけど。あー、バーリー、なるほどね。継続ダメージが入るんだ。そっかそっかそっか。やべ、普通に何やってんだ、あんなのに引っかかってしまうなんて。マジか、知らん。いや、バーリーもいいかもね、悪くないかもしれない。継続ダメージが入るわ。あー、そっか、それを忘れてたな。なるほどね、バーリーも全然悪くないですね。パワーが強ければ俺も使おうかな。まあ今バーリーのパワー8なんですけど、まああと1でスターパワーってところで、はい、なかなか上げてきてますね。はい、ナイスー。いや、味方ナイス。よし、もう一試合行きましょう。いやー、いいね、ダイナマイク。うん、普通にね、昨日ゲットしたんだと思うんだけど、昨日だったっけな、確か。それでもう百何十何本になってるんで、だいぶ早いっすね。タラちゃんとかね、ウルトラレア、まあレアリティ本当このゲーム関係ないんですけど、あんまり。うん、いや、まあフランキーはマジ強いんで早く欲しいんですけど、タラちゃんが全然自分使いこなせなくて、全然トロフィー上がってないんですよね。またダイナマイクいるよ、相手に。ダイナマイク率やばくないかこれ。結構こう策があるんで、このダイナマイクとかバーリーとか強いと思いますね、これ。あれ、当たんなかった、マジか。オッケー、ノーダメー。このシェリー何しに来たんだよ、ほんと。ただランニングしに来ただけじゃねえか。あー、やられちゃったー。モーティスがなかなか前線で踏ん張ってくれてますね。このシェリーの人弱くないか。そんなこと言っちゃダメだけどさ、一見弱そうに見てめっちゃ仕事してるかもしんないし。ちょっと詰めちゃおう。んー、ちょっと安易だったな、さっきのは。普通に安易だったわ。 69% 全然削れてない。いや、でもモーティスの人すごいぞ、あれ多分めっちゃうまい気がするな。うわー、 HP がちょっと残る。だからさ、ダイナマイクでそこ入ったら絶対死ぬからね。ほんまに
お前、あ、みんなさんね、あのダイナマイクの時はあそこにあの角っていうか、あのラインは入らない方がいいですね。柵が壊れてない時とか、もうあれ絶対死にましたよあれ。うん、あ、シェリーめっちゃ豪快に柵破壊してくれたね。まあいいけど、よっしょー、よいしょー、よいしょー、よいしょー。ちょっとごったね、ちょっとごった、ちょっと帰るわちょっとごりすぎた、丁寧に行きたい。よし、71、26、うん、防衛だね、もうこれは防衛でいいわ、無難に。 OK、 勝った、いいんじゃないですか。 MVP。 いやマジでダイナマイク強い、もうね、パワーっていうかスターパワーなくてもこんなに強い。もうまあ現状今、まあグローバルリリースされてまだはね、そんなに月日が経ってないんで、まだスターパワーとかてかパワーが乾燥しているユーザーさんが少ないんで、スターパワーなくてもこうやってやっていってますけど、だいぶ時間が経ってスターパワーが当たり前になったらだいぶきついんじゃないかなと思ってますね。スターパワーがないとね。シェリー多いな、てかブル多いな、マジでブルが多いわ。いやーね、ブルめっちゃタフなんで、スペシャル使っちゃいそうなんですよね。あんまり使いたくないんですよ本当は、でも使っちゃわないと削りきれない時がある。うわー、今めっちゃくしゃみしたい。いやーちょっと安易だったなー、やばい。あー意外とすぐ止まる、もうちょっと走っていくかと思ったけど、ブルやばいな、やばいな、やばいな、これオッケーオッケーオッケー、うん、結構キープしたな、68。めっちゃゴロってくるじゃん、ナイスブル、ナイス。めっちゃカクつく、いや本当に携帯が古いからさ、カクつくんですよ。危ないぞシェリー、バカモンが。で57、うわーキープできるか。オッケーオッケーオッケー、40、28、もうちょっと押していきたい、もうちょっと押していきたい。安心はできない、全然安心はできないぞ。よしブルいけるね、それ。おい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 、サボるんじゃねえよマジで。まあいいけど、ナイス、もうこれいけたんじゃないか。オッケー、ナイス。いやマジブル俺に投げやがったなこいつ、いやいやいや、ま、マジでさ、ダイナマイクとブルの率やばくない？これ、強奪。いや、ほとんどの試合でブルいるんだけど。まあ、ブルとダイナマイクね。ダイナマイクは、うん、ダイナマイクかバーリーってとこだよ、本当に。オッケー、ナイス。オッケーめっちゃあっけなかったけど、うん、あんまりパムは良くないのかな、これ強奪って。あんまり強い気はしないよね一見。はいはい、ということで今回は、ダイナマイクで強奪やっていったんですけど、左下見てもらえばわかるんですけど、なんていうのかな、トークンボックス合ってる、メガボックス、名前合ってん、確かなんか普通に、はい、ビッグボックスだからトークンボックスでいいんかな、これ名前がわからないですけど、はい、この一番下のランクのボックスを今貯めてまして、うん、一応100まで頑張るつもりはいるんですけど、はい、もしくは長すぎたら50で、はい、このボックスを開封する動画を、はい、撮ろうと思ってますので、
今ねキャラクターが、22分の18なので、いやまあ運が良ければ、はい、ボーム一応出るのかな、出るらしいんですけど、でフランケンとか、はい、スパイクとか、あとこの4種類残ってるんで、まあ、1キャラぐらい出てくれたら、はい、嬉しいですね。はい、ということで、今回ゴーダツでした。お疲れ様でした。